ってソフトバンクの5回戦です。スタンディッチ初回です。2番の今宮を三振、柳田三振ということで三者凡退、素晴らしい立ち上がり。その裏ワンアウト三塁というピンチ、東浜3番の鈴木三振で、4番の福浦も三振に切って取って、東浜もこのピンチをしのいだところでそこから立ち直りました。でスタンリッチは2回の表ワンアウト二塁一塁、長谷川は回連続三振に切って取ります。で3回の表ですが、ツーアウト満塁のボールです。セカンドゴロよく打ち取りましたね。よくねここ打ち取りましたね。このピンチをしのいだ。ただ東浜も4回の裏、ご覧のようにクーラー、さらにパラデスは三振という形で三者凡退で締めていく5回の表です。この打球風が吹いていました。7メートルから8メートル、そしてその風に乗って左中間への第3号の先制ホームライン、柳田です。ちょっとスタンリッチにとってみれば不運だったかもしれませんね。ついてなかったですね。6回の表ツーアウト三塁一塁も中村を打ち取ってスタンリッチ1失点でマウンドを降ります。で6回の裏東浜に対してご覧のようなバントですが、このプレーも大きかったですよね。ファインプレーですって、今宮のファインプレーですよね。その後甲斐のこの冒険、そしてライトに上がった打球ですが風逆風で伸びない鈴木、追加点が7回の表ソフトバンク、ワンアウト二塁一塁で大谷がマウンド、デスパイネです。初球です。レフト前に持っていった。柳田帰ってこれで2対0です。ロッテは7回の裏東浜に対して福浦井上とこの辺りも切って取って7回を投げ切りました。さらに8回の裏は岩崎です。セットアッパーダフィー三振、2アウトまで行って大峰ファーストフライ、三者凡退で9回はもうサファテです。2アウト1塁から福浦を三塁へのファールフライに打ち取ってソフトバンク連勝。東浜が今シーズンの8勝に挙げています。山下さん、はい、伊藤監督です、ネタ切れですと